ははい皆さんこんこにちは村長です今日は無料のリバーブプラグインのご紹介をしたいと思いますとってもたくさんの IR いわゆるリバーブの響きのデータですねこれをうまく駆使して今日まであったリバーブと少し違うのは通常リバーブというのはルームだとかホールだとか プレートとかいうふうな分類で分かれていて響き方というのが違うんですけれども今日紹介するリバーブはそれらをいろいろミキシングして使えるというようなリバーブソフトです音もとってもいいですので無料ですから一度チャレンジしてみてくださいまずはダウンロードの仕方などからご説明をします今画面にある リリマトリックスプレイヤーーというものをダウンロードしますこれは他のプラグインで言えばネイティブインスゥルメントのコンタクトのように基本ソフトというのがあってそしてその中でリバーブソフトが動くという形のものでしてそれの土台になるソフトこれがリ・マトリックス・プレイヤーというものです。これをダウンロードします。 ここに Windows とか Mac とかそういうのがありますので僕の場合 Windows の 64bit なんでこれをダウンロードしますそれが終わったら今度は2つ目の URL に行きますこの URL は概要欄に貼っておきますのでこのリマトリックスプレイヤーは1番としまして2番目それをこれから説明しますはい 2つ目の URL でこんなところに飛んできますこのメーカーさんは Overloud ーーというプラグインメーカーさんですずっと下がっていきますと説明があってそしてここにですねどんなリバーブの種類の響きを収録してあるかというようなことが書いてありますリバーブの種類のところの下にあるボタンですそしてダウンロードします ちょっとわかりにくいんですが一番上にこうやって出てくるようになっています。ここですね。じゃあこれをクリックします。はい。ここでダウンロードをします。はい。これが僕のダウンロードホルダーです。ここにインストールリマトリックスプレイヤー 1.2.12WIN64 ビット EXE というのがあります。 これをまず先にインストールしますここで「フル」と「カスタム」というのがありますがカスタムにしたい人はこちらを選びましょうそして「フル」の場合はこちらにしますカスタムを選んでみますはいカスタムにすると VST23 こういうのを選択できるようになっていますので僕の場合 VST3 だけを入れたいと思います インストールは至って簡単でこのような形でやればいいと思います普通のインストーラーと一緒ですねこれでインストールは完了しましたあとは DAW を立ち上げるということですはいこのようにして DAW を立ち上げますいつもテストに使っているようなファイルを立ち上げました今選択したのが リバーブ用のトラックですが新しいリバーブを入れるために最初に入っていたリバーブはミュートしておきますはい今回のソフトはオーバーラウドさんでしたのでオーバーラウドを探しますはいここにオーバーラウドというのがありますこのようにリマトリックスプレイヤーというのがありますのでこれを初めに入っていたリバーブの代わりにこのようにインサートします これだけではこのソフトは動きません。プラグインを入れますと、しばらくするとアクティベートというのが出てきます。ここでアクティベートをします。はい。アカウントを作ります。もうアカウントのあった人は、ここで e ー a i とパスワードを入れればいいんですが、まだ僕は作ってなかったので、ここのクリックヘア e r クリエイトワンナウというふうにしますと、 このようにサインアップができますがもしかしたら僕の場合作ってあるかもわかりませんファーストネームとラストネームを入れますはいニュースレターのチェックとそしてプライバシーポリシーを OK しますそして人間かどうかの判断ですねそしてアカウントを作ります E メールがもうありました E メールがもう作ってある方はこんな風な赤い大きなエラーが出ます こういう時はログインをします。はい、作ってある人はログインでいいということです。ちょっと D A W に戻ります。E メールを打ちます。はい、オッケーをします。アカウントを作ってあるのにパスワードを忘れてしまった方は、how get your password というところのクリックを押してください。OK ケーをします。 そして、どのコンピューターにアクティベーション情報を記憶させるかというのが出てきますので、僕は通常の C ドライブ、ここにしました。OK を押します。そうしますと、先ほどダウンロードした2つ目、free. d u s t y r ス x f r e e r リ m a t r i x こういうファイルが2つ目にダウンロードされています。 ここダウンロードホルダーですけれどもダウンロードホルダーってもういらなくなったら消してしまう場合がありまして間違って消したらダメなのでこれを移動させます切り取りしますそして僕が絶対に消さない外部ストレージここに貼り付けをしますこのように移動ができたわけですこれ案外重要ですので ダウンロードホルダーをよく整理したりする方はこれがなくなるとリバーブが使えませんので必ず絶対に消さないホルダーに移動してください例えばマイドキュメントでも構いませんそしてこれをプラグインにこのようにして持ってきますそうしましたらここに001ダスティラックスフリーという風なのが出てきます これをクリックすると下にいろんなプリセットこれが出てきます。ここでリバーブの種類を選べるわけです。例えば一番上のダスティボーカルズというのをダブルクリックします。そうするとここに読み込まれることになります。このようにホール、ルーム、プレート、アーリー、スペシャル、そしてミックスという風に 押すすことができるようになっています冒頭にも申し上げたようにこのリバーブはちょっと変わっていましてホールとかルームの度合いをこのように変えることができます例えばホールというのを選んでおきますそしてこのバーを下げていくと上の波形がちょっと薄くなってきますこの 濃さでどれだけ入れてるかということもわかるように上手くなっていますね。ルームの方も同じです。このように濃さでうまく表現できるようになっています。そしてこちらにはドライウェットがあります。通常はドライウェットは、 一つのノブで設定するリバーブソフトが多い中でセンドリバーブでかける場合はこのドライを関連に下げてしまいますそしてウェットだけにすればいいと思いますこの下にはステレオパンニングもありますじゃあこれでリバーブの音を聞いてみましょうボーカルだけにしますあとはミュートします僕はここで踊る 君はどこで踊る葉っぱの裏で踊る土の中で踊るはい、今ウエットの部分をかなり下げましたもう一度動きを見て聞いてください真ん中に持っていきましょう僕はここで踊る君はどこで踊る葉っぱの裏で踊るはい、そうしまして す僕はここで踊る」「君はどこで踊る」「葉っぱの裏で踊る」「土の中で踊る」「ムっちむ,しむしセスティバル」「僕はここで踊る」「君はどこで踊る」 の裏で踊る「土の中で踊る」こんな感じにリバーブの深さをいろいろ重ね合わすことができるようになっていますちょっと他のプリセットを押してみましょう今はフェイダーを下ろしたりして度合いを変えましたでもミュートとかソロもできるようになっています僕はここで踊る 君はどこで踊る葉っぱの裏で踊る。土の中で踊る。ムチムチっちセスティバル。僕はここで踊る。君はどこで踊る葉っぱの裏で踊る。土の中で踊る。 こんな形でソロミュートもできるようになっていますそしてペイラーの下にこんな黒いボタンがありますもっと詳しくいろんなことを設定できるそういう機能なんですがこのリマトリックスプレイヤーを無料でゲットしてプロバージョンではないですのでこの部分が 自由に触れないようになっています。もしこれがしたい人は、リ・マトリックスプレイヤーを有料でアップグレードすることになります。まあでも今のところはいらないと思います。リバーブの響きの長さですけれども、ここで長さをこのように変えることができます。リバーブタイムっていうやつですね。 今日ご紹介しましたリバーブソフトはリバーブの種類、ホール、ルーム、プレートなどをミックスしながら使えるとっても優秀なソフトですので無料ですからゲットして使ってみましょう。村長スタジオでした。